はようございます。孝太郎です。今日は8月の10日火曜日8時19分です。今日もコーヒーを入れていきます。今日のコーヒーはだいぶ前に買ったスターバックスのアニバーサリーブレンドです。いつも飲んでるコーヒーが切れちゃってですね、昨日から飲み始めてるんですけど、これはこれでありなのかなっていう気持ちになってきました。美味しかったです。ってことで飲んでいきます。美味しい。スターバックスのこの豆はここにですね、ダークローストって書いてあるんですけど、深入りなんですね。普段僕が飲んでいるのは浅入りの豆で、今飲んでもそっちがやっぱり好みなんですけど、深入りも深入りの方がなんか癖が強い気はするんですけどね、飲んでみたら美味しいなと思うようになりました。どうしてもスターバックスのなんか普通のストレートなコーヒーって苦手イメージがあったんですけど、悪くないなと思った日の今日です。ただストレートにそのまま、いつもの分量で入れちゃうと濃いので、薄めにアメリカン的にするか、もしくは牛乳を入れて、入れたりですね。そういう飲み方が僕は好きな気がします。あとは味が結構味というかしっかり深入りのコーヒーの香りがするので、コーヒーゼリーみたいなのにも合うのかなと思いました。とはいえですね、これ買ったのがもう結構な前になるので、新鮮な豆という意味ではほど遠くてですね、機会があればまた新鮮な豆で深入りを試そうかなと思いました。今11時ぐらいなんですけど、ちょっと散歩に外へ出てきました。珍しくすごい 満潮っていうんでしょうか、海水が上がってます。いつもはそこら辺まで砂浜があります。今からこっちじゃなくてこっち側へちょっと行ってみます。今日は海に入ってみようかと思って海用の B3 ですね、入ってきました。全然波大したことないのかと思ったら足持ってかれそうでした。危ない。本当もうこの間際あたりをチャプチャプしているのが僕にはいいですね。
海にも入れたので満足です。これで帰ります。11時半になりました。昨日のドリキンさんのイタリアンの映像を見ていたらめちゃくちゃパスタが食べたくなったので、近所のイタリアンへ行ってこようと思います。前行ったのは引っ越ししてきてすぐだったので、もう 2,3 年ぶりな感じになります。やってるといいな。ここのイタリアンだったんですけど残念、お休みでした。さあお昼どうしようかな。以前マルクマヤマ古墳で、来た千住という駅まで来ました。今日は奥様が行きたいと言っていたカリブっていうお店に行こうと思います。そこの道をまっすぐ右なんですけど、前行った丸熊山古墳のところも、そっちの方面でした。カリブ行ってきました。美味しかったです。なんかすごく混み合ってました。いやデザートもいっぱいあって、いつかはデザート行きたいです。カリブさんでご飯を食べてユニクロに行って、ちょっと道に迷って駅へ向かっています。小川がすごい綺麗です。小魚もいっぱい。天然の水草です。しかもあれ白くポツポツあるのはお花っぽいですね。一瞬ゴミかと思ったんですけど、いや綺麗ですね。わあ、懐かしの地図の実があります。小学校の頃は、三重県だったんですけど結構見たんですけど、最近見てなかったな。見たことありますか？ずっと放っておくと、茶色になってツヤツヤした綺麗な、本当に、間に糸を通せるような地図になってます。